皆さんこんにちは、ワールドローマーケットのシャアです、えー。今回はこちらのテーマについて紹介していきたいと思います。三、えー、種類の回り込みの方法と、まあ、そのメリット使い方について紹介していきたいと思います、えー。早速なんですけれども、その回り込みの種類をまず三つ紹介したいと思います。えー、まず一つ目に、まあゼロ歩ゼロ歩で回り込むゼロ歩道、まあ ボディーワークと言ってもいいんですかね。まあ足をほとんど使わないで回り込む回り込み。で次に二つ目。二つ目は一歩ですね。一歩だけ足を出して打つ回り込み。 で最後三つ目は、足を二歩ですね。二歩道。一、二、と使って、打つ回り込みの方法です。で、まあ、ここでは、その、どうやってやるのかっていうのは、ちょっと紹介しないんですけれども。まあ、どういう時に使ったらいいのか、とういうことを意識して、この三種類の回り込みを。 やればいいのかっていうところをちょっと紹介したいと思います。まずはそのゼロほどボディーワークなんですけれども、これはまあとにかく時間がないときですね。相手に急にミドルをポンと突かれて疲れたとき、そのときに足を動かして回り込もうと思っても、やっぱりもう球が行き過ぎてしまうので、そういうときにクッと体をひねって足を使わないで体の傾きを使ってまあ打つってことですね。そうすることで まあそのバックで処理するよりかはやっぱりフォアで打った方がその威力のあるボールまあ単純にドライブが打てるのでえ相手手の攻めめを止めることができますなのでこのゼロほどボディーワークはとにかく時間がない時に使いましょうってことですね。まあ、ただなるべくならやっぱり自分のストライクゾーン自分が強く打てるポイントっていうのは常に守った方が私はいいと思います。 次に二つ目です二つ目の一歩一歩道で回り込むっていうのはどういう時に使えばいいのかっていうと、まあ、これも基本的に時間がない時例えば、まあ、プレーでもあるんですけれどもバック対バックのラリーをし,た時にしている時にあちょっと打てるんじゃねえかなふわっときたっていう時に即座にパッと 動いいて打つっていう,ような形の時とかです、ねまあ、時間はないんだけれどもちょっとチャンスで打てるんじゃないかっていう時にこの一歩道一歩で動いて振り抜くっていうのは使える回り込み方法です。 最後に3つ目なんですけれども2歩道です12と使って回り込む方法はどんな時に使えばいいのかっていうとまあこれはある程度時間がある時例えばプレーでもこれもやってるんですけれども下回転を出して疲れたその時にボディーワークとか一歩で打とうとするとやっぱり下回転ってネットにかかるっていうかボールが落ちるので。 それだとやっぱ上げづらくなるボディーワークだとやっぱり球が落ちちゃったり一歩道とかだと球が落ちちゃうのでその時に12と使ってしっかり球に威力を伝える、まあ、時間的に余裕がありその中である程度ボールの威力を確保したい時にこの二歩道というのは使います。 やっぱり私が卓球を習ってた時っていうのはそのボディーワークとか結構ダメというかやっぱりサボってるというふうに見られてたんですけれどもやっぱり私が考えるにはやっぱりいろんなボールがくるいろんなシーンっていうのがあるのでやっぱりそれに適したその打ち方というかそのボールの対応方法っていうのは絶対考えなくちゃいけないと思いますしやっぱりその二歩道しか使えない。 1、2しか使えない人であるとやっぱりその速いピッチに対応できなかったり逆にそのボディーワークだけでその打つ人であればその下回転のボールに対して弱かったりとかするのでやっぱりこうムラができやすい試合結果にムラができやすくなるのでやっぱり全ての技術全てのテクニックというのはやっぱり使えたほうがいいと思います。ただまあ考えててしししいいいのはその来るボボーールル対対応ななきゃけに 今自分ができる最適な方法でまあ打つってことが大事なんじゃないかなと思います。えー、今回まあその回り込みに関してこういう時はこうした方がいいんじゃないか、こうした方がこうした回り込みの方がいいのではないかということを紹介させていただいたんですけれども、この動画が何かの参考になれば幸いです。ありがとうございました。